に気を取られてる間に別方向から本陣奇襲ってとこかな。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。芝生さん、兵を伏せて待機してて。ああ、分かった。果樹、トガ、行くぞ。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかね。なに、伏兵を見抜いていたか。僕に任せて。さあ、これでどう。バンベイ殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。敵が伏兵に気を取られた隙に本陣をつく。別動隊出よ。予想通りの伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだよね。見破られていては勝ち目はない。ここはもうおじさんだけで大丈夫だよ。柱さんの救援に行ってやってくれないかい。よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はい。はあ、どういうことよ。ちょっと勘弁さん、伏兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいのよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大軍。お願い、手を貸してあげて。いやはや、惚れ惚れします。あなたならやってくれると信じていました。ダッキちゃんが大変や。うちが低下しとる。待っとってや。ちゅ、手のかかる女だ。だがここで恩を売っておくのも悪くない。一緒にダッキちゃん助けてくれて大きに。紹介のおっちゃん案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと恩を売るのは芝生殿へだ。現なる戦うちを騙したんか。大体けな不鬼悪魔瞬裂に攻め立てしました。イナの力使ってください。紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴らを消しやすく。寝返ったか、しょあいらつを粉砕してやれ。ぶっへへへ、粉々に噛み砕いてやる。判断する。判断する。やるね、おじさん期待してるよ。いやはや、惚れ惚れします。お見事。北と南の戦線はこっちが優勢。残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なし。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょうか。
滅す。加減はせぬぞ。真田の一撃ご覧あれ。調子づきおって。加減はせぬぞ。予想以上の腕よ。ショカイ殿、ご無事か。よりによってあなたに助けられまい。いえ、礼は言いますよ。一応敵は我らの策を防ぐため兵を割く。僕に任せて。本陣の守りが薄い今が好機。何本陣を攻めりゃいいってこと。そんじゃ行ってくるぜ。行くぞ雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。本気で行くよ。孫悟空が敗れては我らに道はなし。真田の戦、清盛殿、火星に行かなくてもよろしい。燃やし尽くせ。火星に行くのは我が愛を愛のよりに奪い。現なる戦、我が制裁を受けよう。武器は打ち取った。さすがは清盛。いや、少し甘く見すぎたか。官兵衛殿、気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。やるな。無能でないのは何にも勝る。楽器の懐に入り込み撃つ機会を狙っていたのだ。紹介だ。よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありませんが、面倒だった。芝生殿、王が売れてたろうし。我が輩は頑強な壁よ。全て跳ね返してくれる。お見事。ランドイズ、ランドイズ。今日は調子が悪い。あばよ。ランドイズ、食べないで。よし、この無敵の体に挑もうてか。相手になるぞ。我が棍棒のサビにしてくれるわ。一緒に会った時覚悟しろよ。やるな。無能でないのは何にも勝る。こんなところで負けちまうとは。君の勝負楽しみにしてよ。ハンブ、思惑通り動いてくれたこと感謝せねばなるな。いやだな、そんなのお互い様だって。官兵衛殿のおかげでこっちも楽できたしね。その調子、その調子。真田の一戦、俺と遊んでくれんのかい。燃えよ我が槍、我が魂。現なる戦、予想以上の腕よ。清盛の部隊は壊滅したようだ。これが人間の力か。もはや戦いを避けることはできないんだ。そろそろ本気で勝負といこうか。
ゴキ殿、参ります。ゴキ殿、私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思いが、我らの友情はもっと深いところにある。刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。それにしてもワンレイ殿って我慢強いよね。ダッキーにずーっとこき使われて辛くなかった？牢獄に囚われていると思えば耐えられるものだ。お見事。やるな。無能でないのは何にも勝る。雪村さんが先走らないか心配だったけど、さすが浅田兄弟、息ぴったりだったよね。そう見えていたのならよかった。雪村の足を引っ張っていないか不安だったのだ。勘兵衛殿、全部お宅の筋書き通りかい？軍師ってのは怖いもんだね。K のような人間こそ読みづらく怖い存在。また味方となれて安堵した。こんなものは苦戦のうちに入らない。英才教育を受けた私にとってはな。あなたならやってくれると信じていました。敵のお出ましか。勝手な真似はさせん。厳罰に処す。雪村、私は君を恨んだ。恨んでいるだろうな。いいえ、です。こちらにも譲れない信念があります。刃をかわさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。剣こそ天下無双の将と言えよ。見事な手並みであられ。自分も使命を全うせん。軍師、始まった。今だ、瞬裂に攻めたぞ。駆け引きの妙、見せてやろう。触れてやるわけにはいかん。雪村、また強くなったな。なんという屈辱。こんなものは苦戦のうちに入らぬ。英才教育を受けた私にとってはな。ちゃったよ。そこまで向かうとは驚いたな。
次に会う時までその命預けておこう。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。これはゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、強い願い、ロキ殿は。ふん、あまりにも生涯あれぐらい。カンベイ殿、バッまな、私は選ばれた人間。火種は絶やさ。成功したか。うまくいったか。わしのケラウノスは神を撃て。オロチ、破壊神のも。オロチは、オロチ。みんなで修行、技は盗み放題。みんなで鍛錬をしたいという。模擬戦とはいえ。雪村たちの根、連合軍はすぐさま破壊神。ところで奴は。それがなぜ。悲しい生き地、悪しき気を。わしらはなん、永遠の罰からの。そうじゃな。我らをユグドラシルに近づけんつもりか。オーディンめ、さすがの人形だな。まずはあそこにいる破壊神を撃つ。我も復帰と共に続かん。わしらがあの破壊神に近づけば、もう一人のオロチもきっと現れる。うまくせよ。妖魔軍と戦わずに済むやもし。敵将妖魔軍、手を出さずに置こう。相手はいずれも豪の者。気を引き締めてかかるぞ弁慶。抜かりはねえよ義経様。いい獲物がわんさか手に入りそうだぜ。急がれ。撃ち取った。ユグドラシルの完成は近い。地獄を呼ぶにふさわしい不吉作用。魔王が力を持って強じよう。そう、ダッキラの目論みはよく知らん。だが世話になった恩義は報いねば。それでためらいもせずに神を敵に回すか。人間とは実に面白い。いいんじゃないですか。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。これ以上ユグドラシルに近づけるな。進め。破壊神の道はまだ開けない。悠長に構えても俺のじゃがの。それなりの腕だがまだ未熟よ。さらに励め。奴らには散々こき使われたから、これまでの非礼を詫びてもらおうか。簡単に頭を下げるような連中とも思えん。こちらが膝をつく羽目にならねばよいな。姫だ、囲んじまえ。押し潰してあの方に屍を捧げるのだ。
真田の戦、ご覧あれ。現なる戦を、妖魔との戦い避けられぬ。やつは必ず無惨滅せよ。敵将討ち取った。こっちのオロチ様まで待ちわびたぞ、オロチ。あっちのオロチ様まで。妖魔どもよ、我に挑め。前も後ろもオロチ様。もう最悪だ。全軍進撃しろ。結局やつが来ても妖魔軍とは戦わねばならんか。僕に任せて。このままでは挟み撃ちじゃ。妖魔軍は引き受けよう。お前たちはユグドラシルを狙え。変なる戦を。彼その気が回るようになったものだ。いい金になれるだろう。オロチ様と本気で戦うなんてドキドキしちゃう。ほらあんたたち、手を抜いたらギタギタにするわよ。だが貴様も本気か。やるしかあるまい。今日のダッキちゃん目がマジや。ドドちゃんたちかわいそうになってきた。この程度で信長は満たされる。織田軍も格やという苛烈なようだが、妖魔に同情はないか。我が棍棒のサビにしてくれるわ。これほどの大戦見たことがない。うわー、驚いた。オロチも大したものだ。父上、感心しておられる場合ではありません。オロチが起こした大戦を何度も戦い抜いてきた。人間こそ驚くべき存在だ。これぐらいにしといてやる。いいんじゃないですか。魔王よ、ようやく滅びをもたらしに来たわ。信長の望みは滅びにあろう。共に勝つ歩みを進めよう。貴様は変わらず、何度会おうとな。さあ相手にないぞ。アリン、この程度では我は滅びる。次会った時覚悟しろよ。メッス、加減はせぬぞ。僕に任せて。やっ、可憐な少女や表なめとったらいけなんで。やりおる。次は負けぬぞ。たぶられたいならやってあげるわ。やっぱりこっちのオロチ様がいい。この感じゾクゾク来ちゃう。ダッキ、我に挑め。承知しました。手を取る。そう、それそれ、もうたまらない。それな
りの腕だが、まだ本気でいくよ。さらに励み。やっぱりついていくならこっちのオロチ様ね。貴様らなら滅びを呼べそうだ。いずれのオロチ様も宿願は同じ。たけき者は滅びを求め。清盛の操る怪物、我が滅ぼさん。オロチが怪物を抑えている今が来ぞ。清盛を討たん。受け。清盛のおっさんのとこには行かせないぜ。ほら怪物ども、炎をお見舞いしてやんな。悟空め、よほどこの世界と相性がいいらしい。さっさと終わらせればどう。まあまあそう急がずにさ、ここで俺と遊んでちょうだい。まだまだだね。押されているか。彼をして無様は晒せる。ゴー、やるの。その調子で囲碁も励むのじゃぞ。すまん、危機を救われたようだが、まだまだだね。我が誇りにかけてここから巻き返そう。執行。僕に任せて、本気で行くよ。こんなところで負けちまうとは。当然の働きだな。今後も精進するがよい。おねごと噛み砕いてくれよ。まだまだだね。カフェイト。これぐらいにしといてやる。排除された。まだ足りぬ。我に示せ貴様の真の力を。
やられちまったか。第三と清盛、現なるこの程度で我が満足すると思ったか。では我が輩が直々にお相手を捕まつ。我が宿願、ここに成就せり。清盛を撃てば目指す者に届こう。この程度では信長は満たされない。大将の子孫、我が愛を生かすか。やれ、呼びの時まで再び殿をせん。来るか。もはや滅びは避けられぬ。我は愚かであって愚地にあらず。まだの戦、ご覧あれ。世界の意志に従い世を滅ぼす者。力を合わせましょう。よし、やっ足りぬ。全てを破壊するまで。奴の力が増幅しておる。あの木と共鳴しておるのか。とも神よ、全て滅びよう。滅ぶのは貴様と我。開けるはずだ。なぜ未来だに私がオロチの相手だ。ごめんなさい、オロチ様。最後までそばにいたかった。人体の強者よ、我を滅ぼす。滅びを。しかし、あら、ダッキー。もちろん。ジャンヌ、ウッケイン。そもそも俺たちこのままブヒとにかく味方に。ちょい待ち。俺も。俺様は人間。心ゆくまで。強え相手は。うん、中に。やあやあ、だ
けどけ。目のつけ。すべて踏みつぶして。どうせ奴らはこの成功したか。うん。うまくいったか。オロチの力は無事それぞれの腕輪に込めた。ユグドラシルの感想。うん。それにそのせいか。しかし人生。ええ。戦場を混沌。連合軍はいかい長きに。先に腕輪が、うん、ユグドラシルの完成はマジか。一刻も早くオーディオを倒さねば。だが周りの前衛たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけぬ。雪村たちがオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち趙雲たちを援護するぞ。幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の月を抑え込まねば。厳罰に処する。我が制裁を。オーディンに近づくにはゼウスの力がない。そして倒すには腕輪の力が欠かせ。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。ウバタラキ、ハイン。さあ、俺の相手になってもらおうな。神明落とし、敵を止める。なんと。結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。ここは私が止めてみせよう。俺の傷を貴様に増やせるか。そんじゃ進んじゃおうかね。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。
が倒したよ。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。なかなかやるな。俺も少し本気を出すとし。いざ、ザムーキが相手となろう。次に会った時は俺が勝つ。悔しいが引く。それがさ、レジェンド。